天が大別在天社は奈良県吉野郡天川村坪内にある神社。旧社各は豪社。宗教法人名は天賀神社であり、神社長参加である。宗方三女神の一人、市木島姫の命を主催神とする。芸能の神として知られ、現在も芸能関係の参拝が多い。元の祭り神名は別在天で、神仏分離により、 一木島姫の命と称するようになったものである。今日でも社名に、ベイテ店とついている通り、ベイテ店としても信仰されている。五福島、竹部島と並ぶ日本三大ベイテ店の一つと称しているが、一般的には日本語ベイテ店の一つと言われている。天賀神社社家が大観書七百十二年に出した願書に、生見天女のご鎮座とも、笹し,して、 今、伊勢国伊鈴の川上に静まりざすマテラス大臣、別隊富士のお神と申し伝えるとあることからも、判明するように、双剣に関わった天武天皇と縁の行者は、伊勢神宮内宮に祀られる女神を、天の安価の日銀部財天として祀った。天下における、天武天皇の眼前の上空での騎士商店の舞が五節の舞として、現在に至るまで、宮中の刑事の土に模様されている。 他に、熊野座大臣、吉野座大臣、南朝四大天皇の御霊、神代雨のノミかカヌシより百柱の神民が廃止されている。本殿に祀られている、ベザイ天像は、通常非公開で、毎年7月16日から17日にかけて、取り行われる、霊体祭においてのみ開庁され、各種祝し、般若心経やカグラと共に、 農学やアーティストの演奏などが奉納される。本殿右扉の中に安置されている日輪弁祭天像は60年に一度にのみ会長とされている。なお、2008年には時世の悪化を有料し、また本殿改築20年を記念して60年を経ずして日輪弁祭天の会長が行われた。三道室町期の総栄春による多門院日記に、 天下は解散派縁の行者と記述がある。天下大弁在天社の創々は、飛鳥時代、縁の行者の大峰解散の際に、座王本源に先立って誕生され最高峰である、未戦の鎮述として祀られたのに始まる。工房大司空会が、高野山の解散に先立って三年間大峰山で修行し、最大の行場が天下神社であった。工房大使にまつわる遺品が奉納されている。 社殿の造営は、天武町で人心の乱の際、天武天皇が戦勝を祈願、勝利の後寄進されたという。また、天河神社の神殿の下には、古代の岩倉があり、社殿によれば、神武天皇がここで日の下の言霊を賜ったという。天河神社が鎮座する壺のうちは、南朝の皇居が47年間置かれた土地と言われており、そのため南朝の数計が、 特に扱った。当社は、江戸時代までは美は山白藩寺とごし、本尊を弁祭天としていたが、明治の廃仏毀釈で白藩寺は廃寺となり、本尊の弁祭天は、四所島姫命と改められた。吉野長子によれば、吉野僧者として劣勢られていた歴史があり、大峰第一、本朝無双、正五院、三本院両五門関五行所や、大峰本宮として、 格式の高い社として認識されていた。大峰山における信仰の中心地しての地位を早期に確立していたことは特筆すべきである。新職は代々社家の柿坂氏と伊藤氏の庭から順番に出す慣習があったが、明治以降伊藤氏が新職継承をやめたため、現在は柿坂氏によって世襲されている。昭和40年頃から一部の新党家たちの間で、 ヒメタル、日本米在転送本宮と注目され始め、今は、精神世界の滅カ的存在として、脚光を浴びている。参道及び、本殿を社殿未成山頂に、奥の宮がある。脳との縁が深く、脳の関係の品物が多く奉納され保管されている。主なもの、ありがとうございます。